えー、1927年昭和2年の11月の26日に生まれましたあ江草と申しまますす、えー、歳で、えー、ございます教職を目指してたきっかけということをお聞きになるわけですが。 ちょうど先日、音楽教育の会に自分詩を送ってるんですよね。でその最初を聞いていただければ、そこが全部分かってくると思いますので、読み上げたいと思います。えー、私は1927年、昭和2年、11月26日、現福山市鴨町に生まれました。裕福となった親父は、 蓄音機を買ってきて世界中のレコードを買い集め七人兄弟に聞かせてくれました私は末っ子で生まれると同時に畳の上を這いずり回りながらそのレコードを聞いて大きくなりましたそして音楽というものはいいもんだなという人間になってしまいましたしかし小学校に入ってしばらくして土木建築の 親父の仕事は倒産、借金まみれになったのです。親父について兄たちと共に山に入り炭を焼いて借金を返していったのです。中学校に行くには金がなく小学校高等科へそして広島市範学校に入学するとお金は国が全部出してくれることを知り今までやったことのない 猛烈な勉強をし1942年昭和17年4月広島師範学校余科に入学することができたのです師範学校は全教科を徹底的に学習する学校で音楽美術の授業もありピアノのレッスンもあったのですこれほど嬉しいことはないしかし余科2年 1943年昭和18年4月学徒動員が始まり音楽美術英語5時間はゼロとなりました。1944年19年4月からは通年制学徒動員で日本中の中学生女学生以上の学生生徒は1年中授業は1時間もできなくなり 軍隊の命令などで。毎日働くことになったのです。私たちは軍港宇品の金輪島。野戦本省の。暁六一四丸部隊の直属の学徒動員制となりました。あの侵略戦争で兵器弾薬。食糧とともに。全国の陸軍の部隊を。移送した軍港。 宇品港がその役割を閉じたのはあの人類史上初めての原爆攻撃を受けたあの瞬間だったと思っています。爆心地から6キロメートルの金奈島で被爆した私たちは1万2千メートルまで巻き上がったキノコ雲にどぎもを抜かれました。町の至る所には 長い間異様な黒焦げとなった亡骸がゴロゴロと転がっていたのですそして8月15日敗戦の日を迎えたのですそして四半学校は戦後専門性となり私は全面的に音楽の単位と美学哲学を選びました自由にピアノが弾ける レコードが聞ける動員ではしく不しくれだった指をいたわりながら夢中で弾きましたねこれがこの答えになるように思います教職員の家庭を目指して市販学校に入ったんではありません借金まみれで お金は国が全部出してくれるという学校だったからその学校を受けて入学できて治安学校の生徒になってそのまま、えー、当たり前のこととして先生をやったというのが一番の答えになってくるわけですね。 私は音楽の学部の学学部生ですよね知らない間に、えー、広島市内の現在の緑間中学校の校長さんがやってきて、えー、音楽の卒業生を一人くれというのを音楽の先生と約束してるわけですよ。それをそ卒業と同時に 音楽の先生は「お前は第三中学校の校長と約束してるから第三中学校に行ってくれ」とこうなるわけです。だから行きましたそうしたら校長があんたは無理やりに引っ張ってきたんだからあんたのやりたいことを言ってくれでオーケストラをやりたいから楽器を買ってくれと言ったら楽器を買ってくれたわけです。 バイオリンやチェロやダブルベースあのどん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 買ってくれたから私はオーケストラをやったわけです <laughs> もちろんそのオーケストラ全部の楽器はないわけですから足らないところはオルガンとかピアノで変えてねスコアを書いてそして毎日オーケストラをやるわけですよ。 ものすごい子供がやってきて、子供自身がものすごい活動を始めるわけですよ。ものすごく楽しかって、うん、子供が子供をね、ね上級生が下級生に教えるという体制が自然にできてくるわけです。で、あの当時はあの指導要領なんていうのは音楽家のものはないわけですから、もう自由で理科の先生と結託して2時間続きの音楽に。 の授業にして2時間続きでオーケストラをあのシンフォニーを聴かしたりオペラを全曲聴かしたり自由な実践をすするわけでハイドンの「おもちゃの交響曲が」や、えーね、そういう交響曲あるいは「マダンの写集」「ウェーバー」のねそういう曲がどんどん出てきてますけれど平和教材は一切出てきておりまん そのために平和教育研究所を作った石田目空達夫はさまざまなものを作ったまずこの資料ですねこの4つの資料を作って日本中に買われて平和教育が実践されたしかし、えー、原爆教育が 平和教育そのものもではないこれ原爆教育は平和教育の最初であり中心であるけれど原爆を教えるだけが平和教育ではない戦争を教えなきゃいけない戦争を教えると同時に人類の貧富 東西。の。その。格差。貧困の格差。それが。差別をもたらし。戦争の元になっているわけです。その。戦争の。一番。原点である。格差。差別。そういうものを。なくするということを。 が戦争をなくするることであるし平和教育の基本であるということに気づいていって平和教育研究所はそういう資料を作っていくとその次に大きな仕事をしたのはこの平和教育のカリキュラムを作ったということこのカリキュラムを作ったということはこれは世界に向かって 平和教育を進めていく道筋を示したということになるわけです。これはね、えー、平和教育研究所の最初の世界的な大き大きな仕事であったと私は考えております。で、それを私は芸術領域のあの。 分担者として作っていったわけです世界にはありませんその中で作ったわけですだから世界のどの国からやってきても平和教育の芸術のカリキュラムというのはどういうものかというのを示すというものをまず作っていったと 考えていただければいいですよねこれが出てカリキュラムを作りそこで歌う平和教材を歌わなきゃいけない広めなきゃいけないというのでこれで出てくるわけです。中国の音楽教育研究会この直接的な平和教材を網羅してるしかも教材そのものは わかるけれど伴奏を弾けない先生がいっぱいいるわけだから伴奏をつけた楽譜を音楽の中学の音楽の先生と二人で作り上げたんです青い空はなんかは青い空はと学校の行事で盛んに歌われるわけです平和の集会でなくても青い空を歌うわけですよ上町中学校に行った時は合唱祭をやるわけですよ 学年合唱祭をやるわけ。各学級が合唱で競い合う。合唱で響きが生まれるということはですね。例えば。パート練習をやって。一つのパートをそれぞれが覚えていきますよね。その時は面白くないですよね。パート練習をやる時は。だから。本気にならないけれど。なんとか、まあ。 アトリーダーが苦労してあの,あのソプラノアルトと覚えてきてそして合唱伴奏を入れますねその伴奏を入れて合唱に入った時にパッと変わるわけです子どもが。ですから「平和平和」と言わなくても本当にこの中の歌をどんどん歌ってたら平和教育を受けた子どもと 同じようにねそういうものを持った子どもが生まれてくると音楽歌,歌っていくとか音楽をするっていうことはもう平和教育そのもの。もだから本当に歌を歌って音楽を喜んでる子どもたち平和そのものです。平和に反する方向性を持った子供は、 そこにはいません飛行に走ってシンナーを吸ってる子供が歌は歌いません歌は歌いませんそういう子供もはもうそれは緑間中学校の実践でも手に取るように証明されているそういうことです この原爆が最初に攻撃されたのは広島でしょ ?2 番目に攻撃を受けたのは長崎でしょ ?3 番目はないんです。日本の広島と長崎だけが具体的に原爆による攻撃を受けた町なんです。です。 あとどこにもないんだ,だから日本のこの2つの町が本当に原爆攻撃というものを原爆で攻撃するということを本当に知ってるわけです。本当に知ってることが本当に人々が考えなきゃいけないということが 考えられてないんす,すなわち縮,縮,縮めていってしまうと原爆は人類を滅亡させるものなんですよ。被爆した人間は肺がん清掃がん肉腫、次から次にね 襲われてくるんですよそして被爆者だけがずっとそういうがんに襲われてきて惨めな生活をどの人も被爆した人はみんな受けてそれを覚悟してそれをじっとこらえて。 治療を最後までやって死んでいくそれは被爆者だけかと思ってたら今は私はそうではない今がんになる人はものすごく多いじゃないですかそれはそうです原爆実験原子力発電所の事故さまざまな事故 世界中にその放射線が吹き出されているわけですよ。原発はもう毎日吹き出しているわけですから水の中に熱い水の中に放射線を入れたまま海にもう各国が放り出しているわけですから世界中の空気は覆われてきたわけですよ今。 で今一般の人皆さん皆さん全員が被爆者と同じようにその全てのものを体の中に取り込んでるわけですよ。取り込んでるから被爆者ではないよって言われても被爆者なんですよ今皆さんは私に言わせるならば。だから 今や被爆者と被爆者でないというそれはないみんな被爆者になって今がんになって生きよるわけです。平和広島を教える上で特に大事にしてきたこと狙いそれは今言ったことなんです。それを分かっている人はほとんどいないわけです。そこまで考えている人は そこまでものを考えてる人はほとんどいないよほとんどいないわけですから私が一回や二回言ってそうですねって言って本当に同調してくれる人はほとんどいないわけです平和教育研究所だってです。そうですよ言いますよ私言いますけれど本当に分かってくれる人は そんなに簡単に分かってくれる人はいるわけないわけですよ。それはそうかなと思います。考えてみなきゃいけないなと思います。けど、本当にそうだなと。ストーンと。分かってくれる人は。そんなにいるわけないわけです。 広島の平和教育というのはいろいろありますけれどまず <coughs> 広島のこの平和教育これは大きなものだったですすごいものだったその中で日本中に広がっていったしかし反動が始まる。 この平和教育は平和教育研究所を中心としてどん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 発達したところがそれを思わしくないと考える自民党を中心とした政治家これが目をつけた。 平和教育がどんどん広がっていくことに対してずっと目をつけてそしてここまで飛躍していったら困るとぶっ潰せということになったそこで2000年前後から平和教育研究所 全国の平和教育に対してこれはおかしいとかこれはやってはならんことをやってるとかえこれを許されないとかそういうものを探して反動的な教師を国会に呼んで国会の中で 反動的な教師の発言をさせてそれを国会議員に聞かせるとこういうことをやり始めて2000年是正指導というのをやってきた是正指導というのは平和教育えー この同和教育は脱線していると行き過ぎている間違ったことを教えていると是正しなきゃいけないということでこの徹底的なこの教育研究所の総攻撃あらゆる面で拒否する研究員は。 この、えー、教育研究所が打ち出したことは片っ端から拒否する許可しないそして、えー、この校長に言って校長を集めて平和教育研究所が出してる教室に貼ってる全部下ろすで校長が全部片っ端から はいでいくと。そして。平和教育研究所から言った書類は。一切。学校の中で。没にする。許されないことですよね。そう、それが是正指導です。これが何年も続くわけです。 大変なことをやりましたよ。だけど平和教育は憲法教育教法で完全とやらなきゃいけないと歌ってあるわけです。平和教育を推し進めなきゃいけないぞとうってあるわけですよ。ところが何年かの是正指導の中で県教委市教委が その平和教育を没にしていったそれが一般の県民の目に映り始めてきた。県教委は何をしてるのかお前たちは平和教育をどうしてるのかということになってきたわけですよ。で県教委も是正指導の名のもとに。 っっしてくくことができなくなゃっていた <laughs> 面白いことにそこで教育研究所は打って出たわけですよ反動的に打って出てそして研究員をやっ込めていくわけです今は平和教育研究所の主催を止めることができなくなっているだからやってます でそれに対して我々はあの余計な反,反発はしないで徐々に徐々に変わっていけばいいわけですから余計な反発はしないようにして必要なことだけを許可を取るように。テニアン島から飛んできた3基の B29。 指揮を取ったのはエノラゲイの機長チベツ。1万メートル上空から4個のプロペラを止め、音もなく急降下。8500メートルのところでアイオイ橋をめがけて原爆を投下した。長さ3メーター、直径70センチ、重さ4トン、急速に落ちてきました。 43秒後目標を外れ島外科病院病院上空5 6 7メー4 3秒は3機の B29 が安全なところまで逃げることのできる時間その時100万分の1秒で爆発しないまま頭部から 放射線を焼きつけ同時にピカーッと3秒間高級光,光の玉が空中に生まれた直径 20m ーー中心の温度は250万度人間は骨まで燃え尽きる温度ですね熱はものすごい圧力を生み出す。 その爆風圧で広島の町はわずか3秒間で粉々にめちゃくちゃに破壊し尽くされたその熱戦は6日7日8日と燃え続け町は焼き尽くされ人々は殺し尽くされたのです。 爆心地上空から6キロメートル金輪島で被爆した私たちは1万2,000メートルまで巻き上がった木の雲に土肝もを抜かれていく町の至る所には長い間異様な黒焦げとなった亡骸がゴロゴロと転がっていた。 ここのところがね原爆は許されないというけれどわずか3秒間で広い広島の街が粉々にですよめちゃくちゃにですよ破壊し尽くされたわけですよ。 これを私は3秒後の広島の町の写真を見てもらってどのように粉々に3秒間で破壊し尽くされたかということを子どもたちに見せるわけです。そして人間は焼き尽くされたわけです。 骨までブワーッと焼き尽くされた何万人の人間それがめちゃくちゃに渦巻きになったさまざまなものと一緒にグワーッと頭上高く舞い上がって空が真っ黒けになってそして覆い尽くされて温度が下がって寒っというようになって。 真っ黒屋根がブワッと豪雨のごとく降り注いできて地割れから地底に染み込んでいったわけですよ。その事実を全然想像もしないし思ったこともない考えたこともない原爆というのはよくないもの 良くないよ、あんなものはよくないよゆっとりだけの人が実はほとんどなんですほとんどなんですそれを知ってほしいそれを事実として今読んだところを事実として知ってほしいそれを知らなかったら核兵器の事実の 端くれも知ることができないそれを言いたいということ